おはようございます。おはようございます。おはようございます。私はこのオープニングだけ担当なんですけど、はい、今日は株式会社クリンテックさん、はい、うちで塗装、まあ、鉄骨の塗装なんですけど、はい、させてもらうって工事を申し込みいただいた会社さんがあって、はい、その現場に本田さんっていう塗装の職人さんが入っていたら、はい、お客さんの車に、はい、高い車に、はい、塗料飛んじゃって、はい、どうしてくれるんだってお客さんが怒って社長が呼び出されて絡まれるっていう動画です、はい、ですこんなんでいいですよ、はい、いいでしょうか。大丈夫です、はい、です。ではちょっと手短なオープニングですけれども、はい、本編の方に、はい、本編の方に行きます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日なんですけども、社長にドッキリを仕掛けようっていうので、こちらにすごい高そうな車が止まってると思うんですけども、そこに塗料が飛んだっていう体で、皆さんにこの後小林が来るんですけども、その時にちょっと怒ってもらって、ちょっと最近結構圧がすごいんで、もうちょっと強くガツンと言ってちょっと懲らしめてもらいたいなっていうので、ちょっとお願いしたいんですけども、よろしいでしょうか。大丈夫です、はい、すみません。頑張ります。全力で、はい、では皆さん本番よろしくお願いします。お願いします。お願いします。多分もうすぐ来ると思うんで、で社長来たら僕上上がりますんで、本田さんも大丈夫そうですかね。いいですかね、怒ってんの。いや、もうガツンとお願いします。もう、はい、YouTube なんで、はい、ハンマー取り上げて叩いてみる。あ、来ましたね。すいません、来ました。すいませんじゃないわよ。どうなの、これどうしてくれるんや。暮らそうと思ったの。ああ、どうも。社長、社長、はい、じゃあ小田君とこの、職人さん、塗装やってで今後ついてるんだ、これどうしてくれるの。本人はやってないって言ってつけてないって。でもどう見ても塗装だよね。いたしましていいですか。すいません、触ってもいいですか。ああ塗料だから。申し訳ないです。本当に申し訳ないです。じゃあ申し訳ないじゃなくてさ、はい、これあのうちのね、専務の車、はい、で、あのね、せっかく塗装屋さん呼んで、まあ、しっかりやってもらえるのはいいんだけど、はい、こんなことされたらさ、でね、あの職人さんが本当にね、自分ですいませんでしたって言うんだったら、まあ許そうと思ったけど、はい、言い直るわ。で、どういう教育してるの、お宅は。いや、もう一度ちょっと確認してしまって。で、何この格好。すいません、バカ、どんなパパじゃないんだよ。この社長さん、社長どっかのおっさんかなと思ったの。ちょっと会社の YouTube やってました。 YouTube？ はい。お、だから塗装屋さんじゃないよ。あ、塗装ですけど、はい、何 YouTube って。もうお客様にその宣伝ガジラ YouTube をしてもらってる。そんなことやってるの。はい、本当に申し訳ないです。じゃあ結局どうするのって言いたいの。ちょ一回ね、専務の車でこれ新車で買ってるやつだし。はい、専務さんは。専務さん、すいません、申し訳ないです。いやね、これこんなことに関しては、はい、あのね、養生の仕方どうなのって話にもなりますけど、はい、まあ、そこはね、ちゃんと教育してもらって、はい、っていうのはいいんですけど、まあ、やってないって言われてんのが、はい、まあ僕納得いかなくて。一度その、まあ、塗料の種類が、ちょっと僕今来たかったらちょっと分かんないですけど、どういう塗料ですか。じゃあどういう塗料は関係ない、僕らが、はい、それは職人さんたちの話、はい、僕らはここの、あ、ね、ペンキついた後についに対して怒ってるわけ、まあ、そうですね。で、何、あの職人さん、はい、最初来た時も挨拶もないよ、これ。普通であったらさ、ねえ、あの今日からよろしくお願いしますとか、まあいろいろあるんじゃない。はい、うん、じゃあこうなったとこれからも頼めないよ、これ。そうです、うん、その前にその格好バカにしてんの一体。すいません、じゃあすいませんは分かるけど、はい、だからどう したいのって、これを一度こっちで話し合って、まあ本当に、まあ僕らもこうやって塗装業なんで、なんてこいくと、まあ、塗料じゃなくてもやっぱ気になっちゃって塗料だって、まあこれが全然塗料じゃないっていうわけじゃないんですけど、もちろんその辺も含めてちょっとお話しさせてもらいますか。一度調べさせてもらって。で、これ塗料だったらどうする。うちお金払えないよ。まあ、もう、あ、仕事も
や、もちろんしっかり。いやいや、これもそうだけど、これもそう。こっちのね、本当の逃走もお金払えないよ。今からでも、あの逃走予算書いてもいいし。すいません。まあ、それぐらいね、やっぱ仕事に対して、もう本当に、ね、はい、しっかりやってくれれば、ね、はい、僕たちも何も言うことないんだけど、はい、うん、ペンキつくのはしょうがない。はい、うん、だけど、職人さんが言い直るっていうのがもうおかしい話。うん、そうそう、そこの教育はどうなってるのって聞いてる。社長、カンカンですよ。まあ、いや、もうめんどくさい、もうめんどくさいからさ、もうええわ、金を払うから、はい、すぐ、はい、すぐ撤収させて。いやいや、すみません。すぐ撤収させて。もうええって、もうええって、金払うからよ、今。金払うからよ、ええって。もうこれもええわ。まあ、あんたんとこの対応なんやねん。こう、今から調べます、今からって。こっちはよ、仕事止めてやっとるんやからよ。はい、そういう対応なんやろ。ちゃうんか。もうええって、金ぐらい払うからええわ。はい、すぐ撤収させて。すぐ撤収って。はい、ああ、もうええわ、もう。もう、ああ、上がって。はい、上がって。はい。あ、よう見てない、これを。ほらよ、取るの。あ、すいません。あ、いや、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。待てじゃねえねえんだって。じゃあ、はい。ちゃんと聞いてますよ、話は。やめてくださいよ。何だ、その格好。はい。はい。分かってます、分かってます。はい。ちょっと待ってください。ちょっと暴力やめてください。暴力じゃないよ。じゃあ、ほんと暴力だけやめてください。確認してほしいんだよ。いや、はい。確認します。ちょっと、ほんとやめてください。ちょっと一回、落ち着いてください。ちょっと落ち着いてください。やめてくださいよ、そういうの。そうね、いい加減にしなあかんよ。はい、はい、じゃあ落ち着いてください。ちょっとやめてください。落ち着こうか。はい、やめてください。落ち着こう。すいません、こっちも申し訳ないですけど。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。え、ドッキリです。ドッキリです。どういうことですか。ドッキリです。なんでやばいよ。ちょっと暴力やめてくださいよ。やめてくれ。申し訳ありません。なんでこれ。じゃあ職人さんが、はい、塗料をこの車につけたっていう体で、はい、で社長さんが来るもんで、社長を懲らしめようと、はい、まあ、最近調子に乗ってるそうで。一つでいいですか。社長さんですか。社長さん、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 よく言われるんだよ。これガチだぞ。いやー、すいません。ちょっと。いやいや、よかったですね。何の話ですか。何ですか。 YouTube とか知ってんですか。うちがやってるの。僕視聴者で。俺の格好ブロガーするんだよ。これやべえぞ、これよく言われるやつ。こんな格好でブロガーして。最高です。最高じゃないですよ。ほんま音すごい汚い。ブロガーしてるよ。訴えてるから。毎日見てます。ありがとうございます。請求倍で送ってきます。よろしいでしょうか。社長よろしいでしょうか。怖かったな。山の子はもちろん4人じゃないですか。無料ですよね、これ。出ちゃいますよ。これ本当のやつです。大丈夫です。倍請求いただいたら、こう、出演料いただきます。大丈夫ですよ。で、ギャラは、僕たちのギャラは。しかも、絶対取るじゃないでしょ。絶対、これ絶対取るじゃないでしょ。だけど、俺、ここですいませんって、ちょっとさ、社長も怖いじゃないですか。わかりましたって言ったら、もう払うしかないじゃないですか。大体こういうの20万30万とかやるやべえなと思って。やべえわ。いやもう想像以上にやってくれたんで、もうめちゃめちゃスッキリしてる。あっ、いけないじゃないのね。担当おちゃこさんがね、はい、YouTube 上でおちゃこさんって言ってますけど、おちゃこさん、ぜひ社長を懲らしめくってくださいって。懲らしめすぎですよ。暴力言っていいのめっちゃダメだね。あれは暴力でしょ、あれ。怖かったわ。お仕事ちなみに何されてるんですか。浄化槽の、はい、清掃と点検と、はい、あれは一般の方とかはもうほとんど。そうですね。ないですか。はい、許可が弥富蟹江、はい、飛び島村で、はい、許可を得てますので、もう蟹江のお客さんももうほぼうちのお客さんで、はい、そういうことですか。はい、で弥富ももう半分以上がうちのお客さんでっていう形で。あっという間面白いわ。来たときれいだし、もうみんな車ピカピカですよね。社員の募集とかもされてるんですか。してます。はい、あ、どんな、はい、運転手。そうです、はい、勤務はここと
ここカニエですよね。そう、あの飛島村に事業所があるんですよ。はい、あそっちでもやってます。あ、飛島じゃうちの指導機もあるんですよ。そうです、はい、あ、知ってるんですか。知ってます。近くにあのリサイクルセンター、はい、資源をリサイクルする工場がありますので、はいはい、そちらであのペットボトルだとか、はい、あのアルミスチールだとか、そういうのを、まあ、足を切って。そこは何ですか、ドライバーも募集、はい、募集してます。主にドライバー募集、はい、あの作業員はそんなに、あ、まあ、あの要はドライバー兼作業員なので、あってことですね、はい、怖かったー。でもご協力ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ皆さん、チャンネル登録いいねよろしくお願いします。せーのでまた見ていただきましょう、はい、せーの、また見てね。ちょっと面白い会社ですね。こんな会社だったらいいですね。あのいいですね、みんなぜひ、あのまあドライバーとリコいいですよね。今よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。